ダメさん、じゃあ、前の動画でね、まあ、買った、こっちのキハ18さんの方ですね。まあ、とりあえず、インネタの方に貼っていきたいと思いますが、忘れないうちに先書いとこう。あれ、ちゃった、あ、ちゃった、ちゃった。鉛筆、鉛筆。両方とも特急車でいいのか。あ、やべ。やべ、ちょっと待って。やべ、まだ動画紹介したいのが出てきちゃった。はい、ちょっと待ってね。品番が10410。白いカモメと。編成番号っていくつだっけ、これ。まあ、今回はね、ちょっとインネタの動画なんですけど、まあ、ちょっとくだらないこともやりつついきましょうか。パッパー語形編成表。あった。カモメの車番がいくつかな。じゃがじゃん。6番か。オール6っすね。885系のオール6番は。あ、これか。南福岡、車両区に所属みたいですね。SM6 番。行き先はまだ未定として、で、トミックさんが92638。まあ、スーパーとかじゃでいっか。で、これは、まあ、ディーゼルって別に編成ってものはないので、まあ、これでいきましょうかね。というわけで、今回ね、こちらの、92638、ディーゼルかスーパーとかじゃのね、インネタ貼っていきたいかなと思います。まあ、ちょっとね、インネタの方が数多いんで、ついでにどうしようかな。全面のエンドマーク変えちゃうかな。俺、個人的にはね、そうだな、北斗にしたいんだけどさ、キハ183の北斗ってこのカラーリングで合ってんのかな？キハ183。北斗。ああ、そうですね。これ、まあ、多分、青色だから旧カラーになっちゃうのか、これ、そうなると。いや、でもそうだな。まあ、北斗のアルファベットロゴか、アルファベットロゴだったら先頭車これであるんですけど、まあ、これ、ひらがなロゴなんでね。あ、漢字ロゴか、正確には。どうしようかな。まあ、グリーン車のカラーリングもな、ちょっと違うしな。そうだね。グリーン車、ここに、しかも、この窓がないやつか。どうしようかな。どうしようかな。悩むな。じゃあ、スーパートカチのままにするか。サロベツとかってどんな編成だったっけな？俺あんまり覚えてねえんだよな、ほんと。ああ、そうっすね。一応でも、今のエッドマークが、T ってロゴか。ああ、そうだね。ちょっと今のロゴと違うんだよな、これ。どう？まあ、このままでいっか、一旦めんどくさいんで。じゃあ、前面ならめんどくさいんで、このままにするとして、じゃあ、入れたのはっていきます。インネタが今回全部で2種類あるので。あ、でもあれなんですよ。ほぼほぼってか、全部未使用なんじゃん。すごいね。未使用のインネタってここまであるもんなんだね。まあ、しかもこれ、俺が生まれる前のロットなんで、多分ね、もしかしたらインネタがもう時期的に、まあ、腐ってるっていう可能性もあると思いますんで、まあ、それに考慮しつつに行きたいかなと思います。というわけで、じゃあどうしようかな。まあ、シャバンとかも適当につけていくか、気にせずに。ちなみに、どこにつけるかだけちゃんと確認しとこう。左から2つ目の窓下だから、ここか。ちなみにこれ、ラインがあるから、ラインの上でいいのかな？どうなんですかね？まあ、とりあえずちょっと適当にやってみましょうか、まずは。しかもこれ、あれなんですよね。ベースなしのインレタなんで、めちゃくちゃ緊張するんですよね。この辺でいいのかな、シャバン。ちょっと高すぎると思うんだけど。ちょっと待って。シャバンの位置は知らねえんだよな。キハ183の7番。あ、でもそう、意外と実写の画像を見ると結構真ん中寄りなんだね。じゃあ、ここでいっか。もう俺は、バニッシャーとかってやつ持ってないんでね。まあ、いつもごとく爪楊枝とかでいきたいかなと思いますが。
まずは貼り付けれるかが問題なんですよね。これ古いロットってベースがないんで、結構貼り付きにくいっていうのもあるんですよね。あー、やっぱり無理っぽいな。そうだね、ちょっと飛んだね、いろいろと。いや、厳しいな、この古いタイプのインデタって。もしかしたらこれインデタ、多分貼れねえな。多分そうですね、インデタなしっすね、これ。まあ、だからうちの試験車になるか、まあ、新しいロットの、なんか白ベースの、あのベースありのインデタ買ってどうするかが、ちょっとしないとまずそうだな。いや、ちょっと。余ってるやつ順々にいって、もう最悪切り継ぎましょうかね。このね、ベースなしのインデタってね、今の人たちは多分大丈夫なんだけど、俺のね、まだ10年ぐらい前に売ってた中古って結構、ベースなしのインデタって結構多いんですよ。ただね、最近のロットしか慣れてないんで、ベースなしって苦手なんだよな。まあ、これ本当は強めにこすっちゃいけないんですけど、ちょっと強めにだけこすって。どうかな。ベースの周りはちょっと多めに塗っているんですけど。いや、うまくいったぞ。いや、ちょっと斜めったな。ああ、でもなんか変なラインが映っちゃってる。ああ、でも、そうですね。ちょっと球が潰れましたね。まあ、しょうがないか、別に。そんなに遠くから見なきゃ問題ないと思うんで。なんか待って、これ、擦ったところが傷になっちゃった。茶番の上の部分。まあ、いいか。しょうがねえか。そしたら反対、ちょっと先に剥離紙だけ取っか。まあ、しょうがないですね。まあ、今回はこれで。妥協しましょう。まあ、古いロットなんでね。むしろ今から20年近く前のロットのインデタが生きてること自体が快挙ですからね。そもそもは。反対側はもう真ん中でいいのか。お、うまくいった。いやー、ちょっと死んだな。これ、傷じゃねえや。ただのあれだ。ラインのマーカーだ。傷かと思ったら、あ、でも傷っぽいな。あ、違う、ただのマーカーだ。あ、よかった。傷じゃなかった。どうしようかな。Q が潰れたから Q だけ塗りつ、でもこれあれなんで単品シールねえんだよな。どうしようかな。上塗りしてみようかな。綺麗に上塗りできるかちょっと未定なんだけど。これで失敗したらちょっとさっきの裏面も貼り直しましょうかね。いやー、これはキビいぞ。ちょっと何両かやって妥協しよう。これ全部のインネタはね、全集中だわ、ほんとに。うわ、怖い。ベースのあるやつって、そのベースのところが密着するとね、色が変わるんで、わかりやすいんですけど、これベースがないんで、わかりにくいんだよな。話してみるか。失敗したら失敗したよね、もう。はい、失敗した。いや、そうでもないぞ。ギリギリか。いや、ギリギリだな。もういいや。これで、これでいいや。これで妥協しよう。しかもなんか変なとこに人間とか映っちゃったし。境界線のやつだけちょっと軽く研磨して。いいっすね。もう戦闘車とりあえずこれでごまかしよう。別に因縁が貼ってあるだけで、そんな至近距離で見ない限りは、字なんか見えないんで。チョコレートこいつ。なんでここにチョコレートついてる？シャバンの方はちょっと後で個人的に全部終わらしましょうかね。まあ、こんな感じかな。あ、でもそうですね。密着させると結構わかりやすいですね。
まあ、いいとしよう。よくはないけど、いいとしよう。で、残ったでっかいロゴが、2番をそれぞれ貼れってことか。2番ってどれ？あ、これか。あぶね。これを？こうってことかな。あ、これで合ってるみたい。そうっすね。これで合ってますね。なんかライン的には3本あるんで。じゃあこうか。え、これ思うんだけどさ、印刷済みでよかったんじゃね？これを別にした理由って何、メーカーさん。いや、これでもさ、予備1本ずつしかないんだね。うわ、怖っ。あぶね、あぶね、あぶね、あぶね。セーフだな。一応セーフにしとこう。一応セーフにしとこう。あぶね、あぶね。あれ、こっち。あと。まあそうですね。ちょっとぐらいはね。まあ、古いロットなんでね、失敗しても、よしよしましょう。ないよりかはあった方がいい。で、まあ別にそんなにね、なんていうの、真ん中部分がでっかく色飛んだってことはないので。まあこれで、よしとしましょうかね。一応思いっきりちょっと強めにこすっといて。うん、大丈夫ですね。で、これを反対側にもか。ちょっとだけ色飛んじゃうな。危ね。なんとかうまくいった。あーでも、ちょっとまあまあかな。あーでも大丈夫です。そこまでバカ飛びはしないな。あーじゃあいいや。このまま固着しよう。このまま固着して。こんな感じでいいかな。次買うとき新しいロット買おう。もう古いロット嫌。そうですね。一応これで戦闘車1両は終わりか。で、残ったやつのもう1両もまあこれと同じなんで、まあ後で個人的にシャバン貼るとして。したら、あと中間車に関してはロゴはないね。中間車はそうですね、シャバン貼るだけなんで、じゃあ中間車はいいか、後で。したらあれだな、残ったさ、あれ？ああ、これか。この細長いのがあるから、これがなんかね、キサロハ用なんだよね、全部。マーク AB。で、このでっかいのもあるんで、じゃあこれだけ貼っていきましょうかね。キサロハ。で、あとちょっと尺が30分くらいで終わったら、なんか、もう一度考えましょう。中間車なんかやるか。で、キサロハ、これか。まず、キサロハの場合は、まず側面、マーク B、インレタ台。待って。5の、マーク B、5のマーク B。これか。5のマーク B。このでっかいのを貼ってください。その後に、2を貼りください。この時5を剥がすことがないよう、側面マグネットは保護台車をつけたまま帯の、上端に合わせてシートをカッターナイフで手に切ってから転写してください。
はいはい。5ってこれか。どの辺に貼ればいいんだろう。この辺でいいのかな。そうだな。窓のちょっと下だから、この辺か。どうなんでしょうね。窓が辛い位置だとするから、まあそうか、この辺か。で、ちょっと下に飛び出る感じだから、こう。で、こんな感じで、まあ真ん中寄りに貼ればいいのかな。まずちょっと下だけ。あぶねえ。今よく事故るよ、まあ、いつも事故ってるけど。なんかスーパーのエースがもう飛んだ気、ああ、危ねえ。あ、危ねえ、危ねえ。気をつけない。外堀から綺麗に出たね。見にくかったら申し訳ないですね。もうこれ多分危ないんで、しかもここにインネタが一個ね、飛んでんだよね、S のところが。で、なんかもともとちょっとなんか、プシャーって色がずれてて、あー危ねえな、これ怖いな、ほんと。ちょっと待って、これ上の部分怖えな、湾曲してるから。あー外れた。一回外してみるか。これ思った。なんか面積がでかいやつの方がいいんじゃね、もしかして。こうするか。こうすれば、ドライバーの圧着面積で多分増えるから。おったし。いや、まずいな。いや、これやっぱ古いロットだからまずいな、インデタ。使いづれー。これ新しいロットってこのロゴ印刷目なのかな、スーパーとかちって。あぶね、ちょっと細かいところだった。重点的。いや、これならいいんじゃね？別に。そうだね、ちょっと外堀がさ、切れちゃったけどさ、全然十勝の色は飛んでないから、いや、これでいいよ、これで剥離しよう。いや、もうこれでいい、これでいい、これでいい。ちょっと S の文字が飛んでるけど、まあ気にしない、気にしない。ちょっとぐらい気にしない。ちっちゃい子だって気にしない、ほんとに。バカチコじゃないけど気にしないもん。ちょっとはね、妥協ってものはね、古いロットに必要なんですよ。飲もうかな。そうですね、多分大丈夫そうですね。ちょっと S がやっぱりちょっと飛んじゃってるんですけど、まあ、これで一緒するか。で、でっかいの貼った後に、あ、違う、これ。あ、でっかいのって1枚しか貼らないの？あ、じゃあ別に。いいんじゃん、失敗しても。あ、失敗しちゃったな。まあいいや。でっかいの貼った時に、で、ごめんなさいね。このさ、キサラマの側面マーク A とさ、キハ18さん戦闘車片側大マークってさ、あ、これか。やべ、戦闘車まだ残った。で、スーパートカチ貼りました。で、インレタの、2の章。インレタ2の章。あ、こっちか。あ、インネタ2の章。ちょっと待って。次、まず、B を貼り、次に2、側面マーク B。側面マーク B。やっぱりこっちか。あ、そうですね、これですね。次に側面マーク B を、横一列になるようにし。一応ね、今回はちゃんと剥離してるんで大丈夫だって思ってやります。外れたらごめんなさい。いや、うまいな。いや、これはうまくいった。これはうまくいった。S がちょっと溶けた以外は、うまくいった。そうだね。S だけ、まあ、カバーしてもいいのか。別にアリ予備がまだあるから。まあ、ちょっと、でも、ここはこのままにしようか。でも、そうですね。ちょっとぐらい色が溶けてても、
まあ、いっか。でもそうだね。予備がまだ4つあるってことか、3つあるってこと考えると、使ってもいいのか。これだって片側だけだもんね、5を使うのは。もしかしたら S だけカバーしようかな。これ、なんかあれなんだ。1枚インネットだから。ちょっと待って。待って、なんか変なもんが窓ガラスについてたね。これ何？ なんか別のなんかついちゃいけないもんがついてるわ。嫌な予感。なんか変な面、なんか字がついてんだけど。これセルバ、ちょっと待って。これね、濡れたやつで撮るといいんですよ。セロハンテープとかって本当は言われてるはずなんですけど、俺ちょっとこういうのはね。セロハンテープだと結局粘着力が残っちゃうんで、こういうのはね、綺麗な濡れたもので洗って拭くと。いや、ちょっと待って、窓ガラスの隙間に残っちゃった。どうすかね。まあちょっとは綺麗になったかな。そうですね、この S の部分だけじゃあちょっとでっかいの貼るか。うまくいくかな。まあ多分下に粘着力があるんで多分綺麗にくっつくと思うんですけど。予備がね、ちょっともう一個だけあるんで、ちょっと失敗してもいいよね。で、今回別に下地のやつが飛んでも、下に固着してるのがあるんだ。あ、やべ、失敗した。S がついたけど R が飛んじゃったな。ってこと、こういう時はね、こっちの S がまあまあうまく、まあでもちょっとずれたな。いや、でもまあまあ、まあ、カバーはできるか。ちょっと待って、カバーできるかな。そうそう、あれだな、ね、糊がずれて入ってんだよな。これはね、失敗したパターンだな。トカチも思いっきり失敗したもんね。やーべ、これは失敗した。ちょっと待って、これは一回、ここ拭いて、そしたら、これ失敗したの。うわ、上乗りしなきゃよかった。これはね、完全にやりかしたパターンだね。オッケー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 ナイス。いや、これはうまくいった。オッケー、これで。オッケー、どうだ。そうですね。まあまあうまくいきましたね。たださ、めちゃくちゃ厚ぼったさが残って、ちょっと H とかが飛んじゃったね。まあこの辺はしょうがないか。削れるんなら軽く。まあこんなもんでいっか。
生でいいですね。で、もう一回だけ、あれ、剥離紙動いたっけ？これがちっちゃい剥離紙で、あ、あれ、でっかい剥離、あったあったあった。こんな感じですね。これで一応、キサロハの旗が上がってんのかな？よいしょ。そうですね。ここに関して、で、裏側ひっくり返して、インデタの台をつらい位置で貼る感じか、上側に。ここっすね。ここに貼って、ここに4番貼って、こっちに、1番か。4番、4番。4番。あ、これか。これが、よりによって車体の上とつらい位置なんですよね。この窓ガラスのこのリードの部分。これ多分曲がる感じになるのかな、こういうふうに。あ、なんかこっち持って、これたまにね、こういうふうに色が変色してるの分かると思うんですよ。これね、あんまりつかない方がいいんだよ、本当は。一応今回こちらにするか。多分こういう感じになるのかな、一応。違ったら大爆笑だよね。貼った後に違いましたなんて言ったら本当切れるよ。まあ、確認しないだけだけど。まあ、この十勝のね、ロゴさえ入れば別にいいんで。四隅は。どや。いや、うまい、うまい。ああ、でも、ちょっと待って。いや、全然いい方でしょ。いや、いい方、いい方。気にしない、気にしない。気にしない、気にしない。もうね、こういう時はね、もう気にしないようにしこって済ますことに限るね。でもこれ合ってるよね、ここで。そうだね、窓ガラスの横つらい位置だから合ってますね、多分。多分違ってたらごめんなさいね。こんなもんでしょう。そうですね。まあまあ綺麗に入りましたね。よしよしよ。で、残った、細長1番か。よいしょ。この1番が、窓の、サッシの真ん中辺？下のガラスのこういう感じかな。画像を見る限りはこういう感じなんだよな。ちょっと待って。上のガラスの3枚でちょっと端っこ飛び出るぐらいなんで、そうですね。こんな感じですね。で、真ん中ら辺か。あ、ま、上ら辺？真ん中ら辺ですね。ということで、この辺にしましょうか。ガラス的には真ん中で OK ですね。これマーク A だよね。貼らなきゃいけない。間違えた。やべえ、ちょっと間違えちゃった。こっちっすね、貼らなきゃいけないの。危ねえ、危ねえ。あ、ちょっと飛んだかも。あ、やべ、折れた。うわ、中折れしちゃった。上から新しいのを。任す。いや、うまい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 、ああ ちょっと待って。最悪だわ。隣のやつのが出ちゃった。ここだけ。ちょっと待ってね。ティッシュ、ティッシュ。ここだけ綺麗に。で、剥離紙、剥離紙。いや、待って、なんか飛んだな、白、緑が。もしかして下地のやつか？わかんないけど、なんか緑が出てきて。
待って、これやばいぞ。これ肩軽く削った方がいいな。いや、貼り直した方がいいかもな。予備あるよな。ちょっと待って、予備がもう一本だけあるから、ちょっとこれ貼り直してみるか。貼り直してみるか。ちょっとこれだけ貼り直してみるか。なんか、削ってたらどんどんちょっと別の色まで削れちゃったんで、ちょっとここは上塗りします、一回。あ、やべ、もう一回終わった。うわー、失敗した。これは事故った。本当にこれは終わったタイプ。これはやったな。やっべ。いや、これはごまかし効かねえぞ。どうしようかな。一回セロハンテープで剥がそう。で、なかったことにしよう。しまって。なかったことにはできないけど、一回セロハンテープ、なんでセロハンテープねえんだよ。一回ちょっとセロハンテープでビーって剥がそう。こうするしかない。じゃ残ったこの3本でどうにもなんないな。しょうがない。これは何かのネタ買おう。それしかない。諦めましょう。はい、終了。失敗した。変に削んなきゃよかった。なんでこれ髪の毛もついてるんだよ。これ多分ね、新しい色とか旧製品のやつもう一個探せばインネタあると思うから、探してみよう。これはね、しくった。削ってったらね、どんどんグレーとか削れちゃってたんで、多分これ繋がってたんだね。失敗したわ。この分はそうですね、裏側なんで、ちょっとごまかしておこう。あんのかな、こういうなんかキサロハのインネタみたいなのって。そうですね、ちょっとこっち側だけ、これになっちゃいましたけど、まあ、いっかしょうがない。まあ、しょうがないね。俺にもミスある。まあ、むしろでかいのがあそこまでうまくいっただけで奇跡だ。そしたらそうっすね。あとは、貼るのは。ん？何これ。あ、シャバンカびっくりした。これ1番ってシャバンカで、あとはそうっすね。インネタ貼ったから、あと戦闘車のそうっすね。インネタを、ここ貼るぐらいか。それがこれか。これは、帯状で、ドアギリギリか。多分こんな感じですよね。ここで合ってんのかな？あれ？これもしかして。ああ、でも気配1合ってたんだからこれで合ってるか。ん？これでいっか。これってもしかして外堀って外れやすいのかな？まあいいけど別に。でもこれ説明書見るよりちょっとデカールでかいんだけど、気のせいかな。なんかちょっとインネタでかい気がする。あぶね。あぶね。昨日もね、スマホ落としてるからこれやばいんだよね、次壊すと。そうだな、でも。ああ、でもか、キハ入っちゃってたんで、これロゴないやつもあんのか。ちょっと待って、キハ入っちゃってたんで、Q ってロゴあんのかな、わかんないけど。いや、終わったパターンだな。Q
キハ183の Q にロゴ多分ねえぞ、これ。あ、終わったかもしんねえ、これ。まあいいや。あ、でもそうですね。新しく発売されたやつって全部ロゴって印刷済みなんですね。この、あのグリーン車の部分とか。2007年に発売されてんだ。あ、ちなみに昔のやつだと貫通ホロもつくんですね。どうしてんのかな。ただあれだな。記載はねえな。ちょっと待って。でも、あの、付属品見ると、シャバン灯って書いてあるから、もしかしたら印刷、自分でつけんのかな？いや、シャバンだけだな、古いロット。失敗しちゃったな。まあいいや、なんかこれと同じもう一個の古いロット考えて。まあそうです。そっちはスーパートカチにせずに流用するか。まあでも そんなに多分失敗した感じはないから問題ないですよ、こっち側も。まあそれ、あとは残ったちょっと中間車のシャバンとかはちょっと後で貼っときます。で、このね、失敗しちゃったあの、ロング部分。これに関してもちょっとなんか考えますね。いや、斜めったまま貼っちゃったから失敗しちゃったんだよな。まあでもそうですね、片側だけないんで。まあ、ちょっとこう、インデタなとばっかり見えますけど。そうですね。光ってからするの分かりやすいんだよね、このノリの部分って。こんな感じで。今、この角度超分かると思うんですよ。ここのビターってなんか汚いのが入っちゃってる。そうですね。これの部分だけなんか考えとこうかなと思ってね。ってわけで、まあ、あとはそうですね、シャバン、貼って先頭車だけなんで、まあちょっと頑張りたいかなと思います。そうだね。新しいロットか、やることなんで、確かに、新しいロットがね、なんか室内灯付きで2万9000で売ってたんだよね。高いと思ってやめちゃったんですよ、こっち。これは新しいロットの方が良かったかもしれない。まあいいや。ただこの袋の中でインネタが遊ばないことをちょっと考えておきます。まあそんな感じでございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。